はい、どうも、登る巨人です。今回の動画はクラック練習 in 水垣ということで、水垣山のですね、だるま岩というところで登ってきた時の動画になります。はい、だるま岩はですね、ワイドクラックのですね、入門ルート的な、ルートがね、結構たくさんあるエリアになりまして、58から59ぐらいのまあ様々なサイズのね、ワイドが、ある感じです。今登ってるね、これから今回の動画は、神楽という59の、クラックになりまして、オフィズスというね、まあ、体が半身入るようなサイズのワイドクラックになっております。はい、ワイドクラックというものは本当に難しく、そして面白い、クラックでございました。まあ、やったことある人だとわかると思うんですけど、まあ辛い、かなり奮闘しましたね。まあ通常のフェイスクライミングや、まあいわゆる普通のクラックと違ってですね、ワイドはこう、手でホールドを保持することができない場面っていうのがね、非常に多いんですよね。この体を挟んで、体のフリクションで登っていくと。肩だったり、肘だったり、背中だったり、まあ、ももだったり、まあ、いろんなところを岩の割れ目に挟んで、そのフリクションでとどまる、そして動くという。難しかった。いやかなりね、こう、クライミングの幅の広さっていうのをね、感じられるジャンルかなと、思います。はい。まあ、ワイドクラックだとね、もう59でヒーヒーですよ。もう、どうしていいかわからなくなる場面ってめちゃくちゃありましたね。まあ、今回のこのカグラに関しては、左差しっていう、左半身が岩の方に向くような形で、基本動いていくような形なんですけど、まあ、左足はもうずっと、足が割れ目に入ってて、フットジャムなり、まあ、2バーっていうか、まあ、2ロックしてるような感じ、でした。で、まあ、チキンウィングみたいな、肘をちょっと上に上げて、まあ、肩と肘のフリクションでスタックさせるようなやつをやったりとか、なんかいろいろやりましたね。とにかくもう全身ズリズリしながら、やるっていうような形です。はい。実はまあ、オフィズスのサイズのクラックは2回目で、1回だけ行ったことあるのが、あの、水垣の大面岩の砂稜線っていうマルチルートがあるんですけど、そちらにね、58ぐらいのオフィズスが出てきて、まあ、それはね、死ぬほど辛かったわけなんですけども、まあ、それぶりの2回目って、やっぱ1年ぶりぐらいかな。1年ぶり2回目って感じでした。はい。神楽はね、まあ、前半は結構ハンドが効くんで、意外と岩の奥にハンドが効かせられて、それで動いていけるんですけど、ちょっと傾斜が落ちるっていうのかな。右の岩が、切れた後、そっからこう、難しかったですね。なかなかもう、必死で、挟まっていくっていう感じで。やっぱこう、引っ張るホールドがないんで、
まあ、どのように進むかっていうのを考えなきゃいけないんですけれど、もうどうやってやったか正直覚えてないですね。必死すぎて。とにかくもう当たるところのフリクションを全て総動員して、結構左肘頑張ってたかな。肘で止めてたって感じですね。どうやって登るのかちょっと正解がよくわかんないんですけど、とにかく必死に挟まっていくという、ちょっとずつちょっとずつは足を上げて上げて、ちょっと手上げて、ちょっと足上げて、ちょっと手上げて、ちょっと足上げてみたいな繰り返し、奮闘的でした。このね、ダルマ岩っていうところはね、まあ、アプローチがまあそこそこ、どんぐらいあるんだろうな。まあ1時間は歩かないと思うんですけど、結構取り付きの前が広くて、居心地が最高でしたね。まあ、到着した時はもう汗だくだったんですけど、岩の前がこう広場になって、すごく居心地が良かった。まあ、講習会とかでも使われることが多いらしく、まあ確かにやーっていう感じで、まあ簡単な入門ルートがいっぱいあるのと、取り次ぎが広いと、あと大人数で行くにはすごく過ごしやすいところかなと思います。はい、僕もねちょっとね、ワイドクラック技術を高めて、いずれ職場の方でね、講習をね開けるように頑張りたいなと思います。何年後になるかは分からんが、ご期待ください。ワイドはね、なんか身も心も削れながら登るって感じで、達成感が凄まじかったですね。そしてまあ、プロテクションカムですね。やっぱこう4番5番、まあ、場合によっては6番とかもね必要なので、まあ、ギア揃えるのが結構大変なんですけど、今回はね、5番とかはお借りして登らせてもらいました。そのうち、ハマってやる、続けそうだったら、自分で買おうかなと、思います。はい。はい、そんなこんなんで、なんとか登りに来てました。いや、神楽ね、まあ、すごい大変だったんですけど、めちゃくちゃ面白かったんで、おすすめでございます。まあダルマ岩にね、行くことがありましたら、ぜひねトライしてもらいたいルートの、一つになっておりますので、よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価ぜひよろしくお願いします。ではまたねー。